こんにちは、リスキーです。ご視聴いただきありがとうございます。今回は本日本番が開催されたアマゾンブラックフライデーの中からおすすめの日用品、便利グッズ、食料品関係をジャンルごとに分けてご紹介していきたいなと思います。で、毎回、言ってることなんですが、アマゾンのセールをお得に買い物するときは必ずね、このキャンペーンにエントリーのボタンを忘れずにポチっておいてください。で、今回ブラックフライデーでポイント狙いの方だと、おもちゃやホビー関係のものがポイント還元率がアップしているので、この辺もねチェックしてみられるのもいいのかなと思います。で、あとおまじない程度にはなるんですが、こちらのねスタンプラリーなんかもコンプリートしておくと、もしかするとポイントが当たるかもしれません。はい、というわけで早速行ってみたいと思います。まずはガジェット便利グッズジャンルから行ってみたいと思います。一つ目がこちらのタブレットスタンドです。現在セール価格で2026円で、通常価格から 49% オフで購入することができます。セール価格に関しては前回のプライム感謝祭と同じ価格になっています。日頃使っているタブレットやスマホを使って動画視聴だったり漫画を読むみたいな時に両手から解放されるグッズです。で、こういったタブレットスタンドってたくさん種類があるんですが、このアイテムは本当によくできていて、特にアームの部分の可動域なんかがね素晴らしいんですよ。で、これ実際自分も使ってるんですが、ベッドにこう備え付けたりだとか、あとはキッチンに備え付けたりとか、デスクに置いたりとか、本当にね様々なシーンで使えるのかなとも思うし、これから年末でね動画を視聴する、映画を見るみたいなシーンも増えてくるのかなっていう時に、もうまったりくつろぐ時におすすめのアイテムです。続いては耳を塞がないイヤホン Go Free 2です。で、こちらが現在セール価格で6698円で、なんとこれね 10% オフのクーポンまでついてるんですよ。で、しかもこれね新発売されたばかりのイヤホンっていうことで、これかなり目玉かなと思います。耳を塞がないイヤホンっていろいろねこう各メーカーから最近出て人気なんですけど、価格帯がねだいたい1万から2万ぐらいするんですよ。その中でもう通常価格ですら1万を切っていて、それがさらにね今回のブラックフライデーでセールになっていて、ほんでさらに 10% オフのクーポンまでついてるって、ちょっとこれやりすぎじゃないのかって思ったんですが、しかも安いだけじゃなくて、これね、耳を塞がない系のイヤホンの中でハイレゾ対応してるっていうのはかなりね珍しい部類のアイテムかなと思います。耳を塞がないのでオフィスでね使ったりだとか、散歩中に使ったりしても外のねこう呼びかけだったりとかも聞こえてくるので、こういったものね試してみたいと思ってたけど、ちょっと手が出にくいみたいなところもあったかと思うんですが、手に取りやすい価格帯になっていて、機能面なんかも面白いアイテムの一つかなと思います。続いてが旅行便利グッズっていうことで、バッグを留めるベルトですね。で、こちらが現在セール価格で999円で、通常価格から 22% オフで購入することができます。ここ数ヶ月の中でも最安値で販売されています。これ旅行とか出張の時にコロコロを持っていくっていう方で、さらにその上にねバッグを乗せる方ってよくね空港とかでも見かけるんですが、あのバッグがね結構落下したりすることがあると思うんですよ。そういった煩わしさを解放してくれるアイテムで、バッグをねこのコロコロの取っ手の部分にがっちりホールドしてくれる旅行系の便利グッズです。遠出する機会も増えてきたのかなっていうところで、こういうね旅行便利グッズ系のアイテムなんかもちょっと探されているっていう方なんかにも、こういったアイテムおすすめなのかなと思いました。続いてがエアドックミニポータブルです。で、現在のセール価格が 34,800 円で、通常価格から 10% オフで購入することができます。セール価格に関してもここ数ヶ月の中では最安値になっています。エアドックがまさかのセールかよっていうところで、ちょっとこれはね気になっているアイテムの一つなんですが、カバンの中に入れて持ち運びもしやすいサイズ感っていうことで、ペットボトルサイズぐらいになってるんですよ。なのでオフィスに行って自分のデスクの上に置いておいたりだとか、車を持たれてる方とかだと、早い人とかだと花粉とかね、そういったシーズンにもなってくるので、車内のね空気循環を良くしようみたいなところで、フィルター交換も必要なく使える、こういったものをね試してみようって思われてた方には最高のねこう機会じゃないかなと思います。
続いてがシュアラスターのワックスシャンプーです。でこちらが現在セール価格で719円で、通常価格から 10% オフで購入することができます。直近の中では最安値のセール価格になっています。新しい年を迎える前に愛車をね、こう洗車しよっかななんて思われてる方とかにぴったりかなと思うんですが、でこのカーシャンプーのいいところっていうのが撥水効果もついてるところなんですよ。なのであの車をね洗車した後にまた別途撥水コーティングなんかもしなくてもいいから1回で済むんですね。でしかもその撥水効果っていうのがもう長続きするんですよ。しかももう洗うだけでいいっていうね、ここら辺がね本当に至れり尽くせりというか、あのAmazonのねレビューなんかも非常に高いアイテムになっていて、まあ、自分も愛用しているカーシャンプーの一つなんですが、こちらのねアイテムなんかもあまりねこうセールになっている印象がないのでおすすめなのかなと思います。続いてが豊かメイクのグリーンシートです。現在のセール価格が1160円で、通常価格から 15% オフで購入することができます。こちらもね直近のセールの中では最安値になっています。Amazon ベストセラー1位でレビュー数も半端ないアイテムなんですが、いわゆるブルーシートなんですよ。だけどグリーンっていうところがミソで、ブルーシートのブルーっていうのがアウトドアとかでねちょっと使いにくかったりするんですよ。グリーンになってることで景観を損なわないというか、ちょっと洒落た感じで使えるんですよね。もうブルーシートって万能で、もう一家に1枚あってもいいんじゃないかって思うんですけど、 DIY するときに使ったりだとか、庭でバーベキューするときとか、キャンプ行くときとか、アウトドアに行くときとかね持ってったりとか、あとは車のラゲッジスペースに敷いておけば、自分の場合は釣り具なんかをね置くんですけど、そういったときに魚の匂いがこう移りにくかったりだとか、いろんなシーンでね結構あると便利なんですよ。続いてが洗濯革命ナノバブールです。でこちらが現在セール価格で3305円で、過去のセールの中でも最安値で購入することができます。これ何かっていうと、自宅の洗濯機に取り付けるだけでナノバブル洗濯機になるっていうものなんですね。これナノバブルになると何がいいのかっていうと、部屋干しによる生乾きの匂い防止だったりとか、あとは汚れの吸着ですね、そういったものを除去してくれる、よりまあ白く洗濯物が洗えるっていうようなところがメリットなんですよ。取り付けもね簡単で、あのアタッチメント式になっていて、でしかも縦型ドラム式どちらでも取り付けができるっていうところで、まあ、これもねちょっとおまじない系アイテムになってしまうのかなとは思うんですが、レビューを見る限りは結構良さそうなアイテムだなと思ったし、まあセールっていうところでね手に取りやすいのかな、試してみやすいのかななんて思いました。続いては日用品関係を言ってみたいと思います。でまず一つ目がこちらの入浴剤です。で現在のセール価格が1386円で、過去のセールの中でも最安値になっています。年末年始1年の疲れをお風呂に使ってゆっくり過ごしたいみたいな、もうねまさにドンピシャのアイテムで、セールの時にまとめ買いがもうね鉄板かなと思っていて、でねこの入浴剤なんですが、ちょっとねぬるぬるするお湯になるみたいで、あの実際の温泉に近い感覚なのかなと思っていて、めちゃくちゃ良さそうな印象を受けたので、個人的にもねポチったアイテムの一つです。続いてがクリアクリーンの3本セットです。でこちらが現在セール価格で608円で、過去のセール価格の中でも若干ですが安くなっています。でこれもうね説明不要かなとは思うんですが、もうクリアクリーン歯磨き粉です。でもうこういったね消耗品こそね、できるだけ安くてまあコスパの高いものを選びたいっていうところで、まあ、この辺なんかもおすすめなのかなと思いました。続いてがオールシーズン使える掛け布団です。現在セール価格が2788円で、通常価格から 33% オフで購入することができます。でセール価格に関してはちょいちょいタイムセールとかをやられてるみたいで、そこの価格と今回もね同じにはなってるんですが、もうこれ1枚ね持っとけばオールシーズン使えるっていうところで、冬用にね変えたりとか夏用に変えるみたいなことをしなくてもいいので、こう季節ごとにねこう収納する手間が減ったりだとか、あとはね収納するためのスペースの確保が必要ないみたいなところで、まあ掛け布団ってもう1個でいいじゃんみたいなところなんですが、それをまあ叶えてくれるアイテムの一つです。はい、次がこちらの極暖毛布っていうところで、セール価格
が2278円で、通常価格から 15% オフで購入することができます。でこちらもね、セール価格が過去のセールと同程度にはなってるんですが、これね、もうあったかい毛布で静電気も防止してくれるっていうところで、毛布使ってるとね、結構バチバチみたいなのがあるんですけど、まあそういうことも起こりにくくて、かつ暖かい毛布なんですね。膝掛けなんかにも使えるし、寒がりっていうような方とかにはこちらのアイテムなんかもいいのかなと思いました。続いてがアレジオンです。現在セール価格で2980円で、通常価格から 56% オフで購入することができます。これもね、直近数ヶ月の中では最安値になってるんですが、もうあって困らない、こういったものこそセールで買うっていうのがもう鉄則なんですけど、もう花粉症の方は全員ポチってもいいんじゃないかっていうアイテムで、まあ、約1ヶ月半使えるわけなんですが、もう花粉に悩まされてるっていう方はもうね、事前にこういったものもね、安いうちにポチっておくのがいいのかなと思います。で続いてがこちらのジェンガです。で現在セール価格で1522円で、通常価格から 41% オフで購入することができます。セール価格に関しては最安値ではなかったんですが、これからクリスマスだったりとか正月みたいな時の家族団らんでテーブルゲームを楽しむみたいな時に、もうあるとめちゃくちゃ盛り上がるっていうところで、こちらもねセール価格になっているのでおすすめかなと思いました。最後が食品関係を一気にいきたいと思います。で一つ目がこちらの江崎グリコのチーザーです。でこちらが現在セール価格が2101円で、過去のセールの中では最安値になっています。もうお菓子よりももはやおつまみなんですが、味もね3種類入っているので、まあ、食べ飽きないっていうところですね。こういうまとめ買い系のアイテムって同じのがたくさん入ってるとちょっとね飽きちゃうみたいなとこがあるんだけど、これだとね3つの味をこう楽しみながらローテーションで回せたりもできるのかななんて思いました。続いてがドトールコーヒーのドリップパックです。こちらが現在セール価格で810円になっていて、価格に関しては、まあ、乱高下がしているんですが、ここ数ヶ月の中では最安値になっています。お得感がね結構強めだなって思ったアイテムだったんですけど、いわゆるバラエティパックでアソートで40パック入ってるんですが、まろやかブレンド、香ばしいブレンド、モカブレンド、キリマンジャロブレンド、まあ、4つ入っているので飽きることなくコーヒーが楽しめるアイテムの一つです。続いてがトリュフソルトです。こちらが現在セール価格で1121円で、過去のセールの中ではギリ最安値かなという感じでした。このブラックフライデーというかアマゾンのセールの中で、こういう調味料系みたいなのもよく買うんですよ。で今まで調味料系をセールで買って試してみて外れがなかったんですね。なので結構自信があるアイテムなんですが、今回のアマゾンのセールでいろいろ見ている中で、まあ、見つけたアイテムの一つだったんですけど、万能調味料っていう感じでサラダに入れたりとかスープとか、あとはもう肉とかね、魚とか温野菜とかね、ワンランクねこうアップさせて食事をね楽しむことができるのかなと思いました。はい、続いてがねカップ麺系なんですが、どん兵衛のきつねうどんの黒バージョンですね。でこちらが現在セール価格で2301円で、通常価格から 31% オフで購入することができます。まあ、年越しそばならぬ年越しうどんみたいな感じで、そばが苦手っていう方とかにこのねどん兵衛のきつねうどんで、かつプロバージョンなので高タンパク質なんですね。夜中でも罪悪感なくすすれるうどんの一つかなと思います。続いてねカップヌードルのレギュラーバージョンですね。こちらが現在セール価格で2981円で、セール価格に関しては直近の中では最安値になっています。まあ、1個あたり149円でカップヌードルのレギュラー味が食べれるっていうところで、もう言わずと知れたもう定番中の定番のアイテムです。で続いてがこちらの日清のデカうまシリーズの辛味噌バージョンなんですが、これが現在セール価格で1444円で、こちらもね直近の中では最安値になっています。個人的にカップ麺の中で一押しなのがこの日清のデカうまシリーズなんですよ。めちゃくちゃコスパ高い、ほんでうまいっていうところで、前回のセール動画の時でもデカうまシリーズのわかめそばをご紹介させてもらったんですが、あれねめちゃくちゃうまいんですよ。でそのシリーズの今度は辛味噌バージョンっていうところで、ちょっと辛味の効いた味噌っていうところで、これもね間違いないんじゃないかなって個人的には思ってるアイテムです。最後がこちらのドリトスマイルドソルト味です。で現在セール価格で1089円で、
通常価格から 40% オフで購入することができます。ここ数ヶ月の価格の中でも最安値になっていて、ほとんど、ね、値下げされている傾向がない。これもまさしく狙い目っていうお菓子の一つですね。これね、先行セールの時にはあの通常味もセールだったんですよ。で本当はあの最後の目玉っていうところで通常味が安くなってましたって言いたかったんですけど、もうね売り切れちゃってて、ドリトスで今安いのがこのマイルドソルト味だったんですね。これしかも12袋入りなんで1個あたり91円なんですね。でね、個人的にはドリトスが安かったっていうだけじゃなく、このねドリトスとカップヌードルを合わせて作るお手軽料理がめちゃくちゃおすすめなんですよ。ドリトスを粉々に砕いて、でカップヌードルの通常味も粉々に砕いて、ちょっとね湯を入れてふやかすんですけど、それをライスですね、白ご飯と混ぜて食べるともうこれ絶品なんですよ。でさらに好みでサルサソースとかをかけると、もういわゆるザ・ジャンクフードみたいにはなるんですけど、これがね本当にめちゃくちゃ美味しくて、 YouTube でねちょっと見て僕真似してやってるんですけど、まあそういう楽しみ方もあるので、ドリトスをねまとめ買いしておくと、あの普通にお菓子としても食べれるし、おつまみとしても食べれるし、あの普通に夕食というかね、こう混ぜご飯にしても食べれるっていうところで、本当にねドリトス万能なんですよ。ただねもう通常味がちょっともう在庫切れだったっていうところはあるんですが、まあ、次回のねセールとか、まあ、あとは通常味は試したことあるけど、ちょっとねこういう変わった味試してみたことないっていう方とかにもねおすすめなのかなと思いました。はい、というわけで本日深夜0時から開催されている Amazon ブラックフライデーの中からおすすめのアイテムをまとめてご紹介させてもらいました。今回の動画が参考になったっていう方はぜひチャンネル登録とグッドボタンの方をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。リスキーでした。